山本聡子さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は真っ赤なワンピースでスタジオにお越しいただきましたありがとうございます。実はもうすぐいくつになるんですなんていう話をすぐに山本さんの方からしてくださって、その年齢にびっくりしていたところなんですが、はい、今日はとっても可愛らしい山本聡子さん、お気づきの方もたくさんいらっしゃるかと思います。前作最後のラブソングからお名前が山本聡子さんで、佐藤がひらがなになったんですよね。そうなんです。知恵の知、知るに火を書いて、あの智子と書いて聡子と、ずっと活動してきたんですけれども、前作からひらがなのさーとで子供の子に変えて新たに出発しております山本聡子さん、5月24日に新曲揺れて日本海リリースされました。おめでとうございます。 ありがとうございます。揺れて日本海、どんな歌でしょうか。この曲はね、一見聞くと失恋ソングに聞こえるんですけれども。そうだと思ってました。そうでしょ、はい、でもそれではね寂しいじゃない、はい、だから私はこの歌の優しさとか、うん、この歌を作った方自体がこの日本海側に住んでいるミュージシャンの方なんですけども、私が2009年に若さ恋歌という曲をリリースした時に出会った若さ小浜の、若さ人の人たちなんですけども、演歌もいいけどこういう歌も歌ってみたらってポンってこう作ってね渡してくれたんですけど、なんかこう険しく激しくこう釣れない日本海のあの激しい荒波の海ではなくて、時折見せるちょうど今頃なんかは穏やかに優しく迎えてくれる、そんな日本海もあるんだよっていう、なんか嫌なことがあったり、なんかこううーんってこうストレスがある方にこの歌を聞いて、あ、海行こうかなって、気がついたら海に車を走らせてたとか、電車に揺られてたとか、なんかそういう頑張らなくていいんだっていうきっかけになってくれる BGM になってくれたらいいなと思って、だから幸せを伝えたいって気持ちで歌っています。そうなんですね、はい、5月24日リリースの山本聡子さんの新曲揺れて日本海、皆さんにもじっくりと聴いていただきましょう、はい、では聡子さんから曲紹介お願いします。揺れて日本海聴いてください。辛い時に
山本聡子さんの新曲揺れて日本海お聴きいただきました。ありがとうございます。私も前に遊びに行ったその今ちょっと若さっていう言葉が出たのでそのあたりをイメージしながら聞いてみました。ありがとうございました。今朝のゲストは山本聡子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。走ります。